内山康隆氏は日本の男子プロテニス選手。北海道札幌市出身。ATP ツアーでダブルス一勝。ランキング自己最高位はシングルス78位、ダブルス102位。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。北日本物産テニス部所属。青森山田高等学校出身。 小学2年からテニスを始める。中1から西小利系と同じクイムグ、ニック・ボロテリー・テニス・アカデミーに留学。2010年から拠点を東京に移す。4月、日本 F4 フューチャーズ優勝。10月、世界スーパージュニアテニス選手権大会でシングルス、ダブルスの2冠を達成。2011年にプロ転校。5月、イタリア F10 フューチャーズダブルス優勝。 10月、オーストラリア F10 フューチャーズ優勝。3月、日本 F1 フューチャーズ優勝。4月、日本 F4 フューチャーズ優勝。国別対抗戦のデビスカップインドネシア戦で、デビスカップ日本代表デビュー。11月、タイ F4 フューチャーズ優勝。1月、デニス・クドラとダブルスを組み、マイアミチャレンジャーで優勝。自身初の ATP チャレンジャーツアーでの優勝。 同月に行われたデビスカップワールドグループ1回戦、カナダ戦では、西堀系と組んだダブルスにおいて、ネスター、ダンチェビッチ組を6から3、7から6、4から6、6から4で破り、現行の16カ国で行われるワールドグループ制以降、日本初のベスト8進出に貢献した。11月、松井俊秀とペアを組み、ダンロップワールドチャレンジテニストーナメントで優勝。 9月、デビスカップ、日本代表に招集。西岡義人とダブルスを組んで、試合に敗れたが、チームは、コロンビアに勝利して、残留を決めた。11月、第2シードとして出場した全日本テニス選手権、男子シングルスにおいて、6度目の出場で、初の決勝進出。決勝では、添田号を7の6、6から4のストレートで破り、大会初優勝を、果たした。 3月、デビスカップ2016では、イギリスと対戦。2日目のダブルスに西岡と出場したが、ジェイミー・マリーとアンディ・マリー兄弟に敗れた。2月、デビスカップ2017では、フランスと対戦。ダブルスに、杉田祐一と出場したが、世界ランク1、2位のエルベール、真ユクミに敗れたが、シングルスの最後の試合で、デッドラバーではあったが、ピエール・ユーグ・エルベールに6から4。 6から4で勝利し、自身のシングルスでのワールドグループ初勝利を挙げた。2月の島津全日本室内テニス選手権大会では、ノーシードから決勝進出、決勝でブラジュカウチッチに6から3、6から4で勝利し、シングルスでのチャレンジャーツアー初優勝を果たす。10月の楽天ジャパンオープンは、ワイルドカードで出場。1回戦で、フランクシュクゴールを6から3、 3から6、6から1で下し、ATP ツアーの本戦で、初勝利を挙げた。マクラ・クラン・ツトムとのペアで出場したダブルスでは、準々決勝で、第1シードのジャンジュリアン・ロジェ、ホリア・デカウ・グミに7から6、7から6で勝利するバンクル・ワセを演じるなど、快進撃を見せ、ATP ツアーで、初の決勝進出、決勝で、第2シードのジェミー・マリー。 ブルーノ・ソアレス組に6から4、7から6で勝利し、ツアー初優勝を果たす。日本ペアの ATP ツアー優勝は2005年のジャパンオープンでの岩渕聡、鈴木孝尾ペア以来12年ぶりである。ウィンブルドンでアンドレイ・ベゲマンとのペアでダブルス予選を突破し、グランドスラム本戦初出場を果たす。本戦は1回戦で第11シードのパブロクエバス。 マルセル・グラノリエルス組から第3セットを奪うも、敗れた。年初のブリスベン国際において予選から勝ち上がり、自身初の ATP ツアーベスト8に進出する。ウィンブルドンで予選を突破し、15回目の挑戦で、シングルスでのグランドスラム本戦初出場を果たす。本戦は1回戦で、テニーズ・サンドグレンに敗れた。楽天ジャパンオープンは、ワイルドカードで予選から出場。 予選を突破し、本戦では1回戦で第4シードのブノアペール、2回戦でラドゥアルボットに勝利し、シングルでは ATP ツアーベスト8進出。準々決勝でライリーオペルカに敗れた。10月のネーハチャレンジャーで優勝。10月21日付のランキングで87位となりトップ100入りを果たす。6月5日より YouTube にて、 自身のチャンネルうち教室を開設し、テニスの動画レッスンを開始した。現役選手として、異例ながら、9月に、自らの名を冠したテニス大会、内山カップを、故郷の札幌で開催、運営することを発表。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ウィキメディアコモンズには、 内山康隆氏に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。